アルバノエ・アルバノエは、カリフォルニア大学バークレー校哲学教授。オックスフォード大学修士号、ハーバード大学博士号。専門は知覚と意識の理論。認知科学と心の哲学の諸問題のほか、現象学、アート理論、ウィトゲンシュタイン、分析哲学の起源にも関心がある。ノエは2003年に、カリフォルニア大学バークレー校哲学科准教授。 並びに、同大学認知、脳科学研究所の所員に就任し、認知科学プログラムとニューメディアセンターにおける中核的メンバーの役割を果たしている。2011年から2012年まで、ニューヨーク市立大学大学院センターの哲学特任教授を務めた。バークレー校に来る前、ノエはカリフォルニア大学サンタクルーズ校の哲学助教授を務めた。その他、他 大学認知科学センター博士研究員、カリフォルニア大学、アーバインコーロン理学、科学哲学科客員研究員、パリのジャンニコ研究所客員研究員、オックスフォード大学認知、神経科学センターのマクドネルピュー客員フェロー、コッペンハーゲン大学主管制研究センター、客員研究員を歴任した。また、カリフォルニア大学学長人文学フェローシップ、 アメリカ学術団体カウンシルディスカンプフェローシップ2007から2008年ベルリン先端科学研究所の研究フェローを受けた。知覚の中の行為にて、ノエは感覚運動プロフィールという概念を提唱している。心と心的内容についての外在主義が著作を貫くテーマとなっている。ありがとうございます。